舞台のモデルとなった秩父市街地球秩父橋から見た新秩父橋。本作のキービジュアルの一つとして登場する。あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない。は、A-1 ピクチャーズ制作による日本のオリジナルテレビアニメ作品。2011年4月から6月までフジテレビの痛みな枠などで放送された。全11話。略称は、あの花。 あの花。2012年に漫画家。2013年8月31日には劇場版が公開された。2015年9月21日には実写ドラマが放送された。2022年2月に舞台版が上演予定。アニュプレックス、フジテレビ、A、A-1 ピクチャーズが手掛ける。 完全、オリジナルアニメーション企画、あの花プロジェクトとして2010年12月に始動した。監督は、長井隆之、脚本を、岡田マロさと、キャラクターデザインを、田中進がが務め、2008年に放送された、テレビアニメ版、トラドラ、を手掛けたスタッフが名を連ねている。また、テレビアニメ版と、並行して、岡田による、小説版がダ、ダヴィンチで連載された。 幼馴染の死という過去を抱えた若者たちの淡い、恋や罪の意識、絆や成長といった内容を扱う、ドラマ性を重視した内容が施行されており、物語の展開に従って複雑化していく、人間関係なども描かれる。死んだはずの幼馴染であるヒロインが幽霊として、主人公の前に現れるというファンタジー的な題材が用いられてはいるが、作中では彼女を、 アニメ的な幽霊のように描写することは避けられており、生きた人間と変わらず振る舞う姿を描写しながらも、その姿が鏡に映らなかったり、主人公以外の人物たちにその姿が見えていないことを示すことで、彼女が霊的な存在であることを描写している。埼玉県秩父市が舞台設定のモデルとなっており、実在する建物、風景などが多く登場する。 監督を務めた長井隆之は舞台について東京との微妙な距離感や山に囲まれた土地の閉塞感といった雰囲気を舞台に重ねたとしている。放送前は舞台が秩父であることは伏せていた。アニプレックスのプロデューサー斎藤俊介によれば理由は作品を見て評価してほしいというすごくシンプルな考えからですと述べている。しかし、 秩父市や西武鉄道とは2010年秋から協議を進めており、電車の中ずり広告や沿線のポスター、秩父市の街に建てるフラッグなど一斉に展開できるように準備は整っていた。戦術の西武鉄道や秩父鉄道が本作に対して協力的であり、劇中で同社の電車や駅などが登場する。また、放送開始後には、 同駅構内や中吊り広告などで番組宣伝ポスターが掲示されている。2011年9月に開催されたイベントでも協力として加わったほか、記念乗車券なども発売している。渋谷パルコパート1にあるノイタミナショップや、秋葉原オークス内にある東京アニメセンターで作品の中で登場する秘密基地が再現された。なお、 作中の小道具の一部は実在する商品を使用している。監督の長井は本作の内容があまりアニメらしくないことから視聴者に受け入れられるのかという不安や葛藤も抱いていたとしているが放送が始まると丁寧な演出などが話題になったという。2011年6月29日に発売されたブルーレイ第1巻の初動売り上げは約3万1000枚で、 ブルーレイメディアにおけるテレビアニメ第1巻の初動売り上げとしては発売当時で史上3番目という記録を残した2012年8月5日に開催されたファンイベントにおいて2013年夏に劇場版アニメが公開されることが発表された平成23年度文化庁メディア芸術最新サイン会推薦作品アニメーション部門長編に選出 2012年、この作品の功績により、長井監督が、芸術戦勝新人賞メディア芸術部門を受賞した。ジンタン、メンマ、アナル、ユキア、ツルコ、ポッポの6人は、小学校時代に互いをあだ名で呼び合い、長平和バスターズという名のグループを結成して、秘密基地に集まって遊ぶ間柄だった。しかし突然のメンマの事故死をきっかけに、彼らの間には、 距離が生まれてしまい、長平和バスターズは決別、それぞれ交換や未練や追い目を抱えつつも、中学校卒業後の現在では疎遠な関係となっていた。高校受験に失敗し、引きこもり気味の生活を送っていた人胆。そんな彼の元にある日、死んだはずのメンマが現れ、彼女からお願いを叶えてほしいと頼まれる。メンマの姿は、 人胆以外の人間には見えず、当初はこれを厳格だとやり過ごそうとした人胆も、その存在を無視することはできず、困惑しつつ、モメンマの願いを探っていくことになる。やがて、長平和バスターズの面々が、かつての秘密基地に集結、メンマを成仏させるため、考えを巡らす。本負けから、メンマの日記を借りた一同は、 昔打ち上げロケット花火を手作りしようとしたことを思い出し、メンマの願いは手作りの花火をあげることではないかと推測する。メンマの母親の反対、法律の壁をクリアし、長平和バスターズはメンマの前で花火を打ち上げる。だが、メンマは成仏しなかった。人胆た,たちはかつて遊び場にしていた寺の境内に集まり、本当に メンマの願いを叶えたかったのかと自問自答し、それぞれがメンマへの追い目や嫉妬を告白する。一人家にいたメンマは叶えて欲しかった。お願いの内容を思い出すが、体が透け始めていた。帰宅した人ンはメンマを背負い、急いで、皆が待つ秘密基地に走るが、着いた時人ンにもメンマの姿は見えなくなっていた。山の中でメンマの名を呼び探し回る一同。 メンマは、最後の力を振り絞って五人に手紙を書く。手紙を読んだ五人の前に、メンマが姿を現す。人胆が願いを叶えてくれた礼を言うと、メンマは泣きながら、生まれ変わるから、みんなと、お別れするという。メンマ、見つけた。五人の声でメンマはようやく姿を消す。ひとしふとしを中心に、幼馴染六人組で結成した、何でも平和目的とするグループ。 命名者は、ひとしふとし。名古の詩によって、自然解散していたが、物語を通して、再結成することとなった。スペシャルオンエア版は、北海道文化放送以外、の痛みな枠第2部。劇場版主題歌、サークルゲームが、新オープニングテーマとなり、映像も、新作となる。さらに、下記の通り、第1話、第4話は、副音声による、オーディオコメンタリーを実施。 2011年10月には、フジテレビ、関東ローカルで4夜連続一挙再放送が実施された。同じ秩父市を舞台とし、同じメインスタッフによる劇場版アニメ、心が叫びたがってるんだ。公開を控えて、2015年9月にフジテレビで、特別編集版が、同年10月期には、東京 MX、群馬テレビ、栃木テレビ b s ブンにて、 実質再放送される。フジテレビ系列以外の関東地上波 BS で、のイタみな作品が放送される初の事例となる。スペシャルオンエア版では、第1話から第4話まで新記録音の、副音声コメンタリーを放送した。ブルーレイディスクは、完全生産限定版、DVD は、完全生産限定版と通常版が発売。両者とも、全6巻。限定版は、 田中進が描き下ろし味方せケースデジジャケットピンアップ仕様で特典 CD エコンテシュー 6P ライナーノーツが付属される副音声として追加されるオーディオコメンタリーは入りの自由、血の愛、戸松春香と各館ごとのゲストが担当するなお第1巻はテレビ未放送のオリジナルエンディングバージョンでありまたイベントチケット優先販売申込み券が封入 2013年8月21日には、ブルーレイボックスが発売された。2012年夏に、お台場で開催された、あの花夏祭り超平和バスターズのお楽しみ会の映像などを新規収録した特典ディスクなどが付属。映画のポスターに描かれた旧秩父橋教科会遊歩道。2013年8月31日公開。副タイトルは、面前の手紙。 キャッチコピーは、前を向けばきっと会える。名古が成仏した夏の日から一年、メンマが長平和バスターズの面々に残した手紙のお焚き上げが企画された。メンマの手紙とともに燃やすメンマへの思いを記した手紙を、長平和バスターズ各人が綴る中、メンマとの思い出が蘇る。本作品は当初テレビシリーズの総集編として企画立案されたが、 単純な再編集版を嫌ったスタッフ一同により、後日談、テレビシリーズで描かれなかった過去のエピソードが加えられることとなった。全国64スクリーンで公開され、2013年8月31日、9月1日の初日2日間で、公衆1億9、817万7、700円、動員16万1225人となり、映画観客動員ランキングで、 初登場第3位となった。また、ピア初日満足度ランキングでは、第1位となっている。さらにスクリーンアベレージは309万6527円で、同時期公開中の作品の中では、トップの成績となっている。その後も、デートムービーとして定着するなど、20代から40代を、 中心に幅広い年齢層に広がりを見せ、延べ上映関数も公開当初の約2倍となる、全国122スクリーンまで拡大。公開55日目の10月25日には、深夜アニメ映画としては、映画系音。ON、に次いで2作品目となる、興行収入10億円を突破し、ロングラインヒットとなっている。アニメと同じく、 富士テレビ系列にて2015年9月21日21時23時18分に単発のスペシャルドラマとして実写ドラマ化が発表された。あの花プロジェクトからは独立した作品として作られており、あの花製作委員会は原作という形でのみ関わっている。引きこもっている人胆のもとに7年前に事故で死んだメンマが現れた。 人ンは昔を思い出したくないと、メンマを追い出す。メンマは、自分の家族の家に行くが、メンマの家族には、メンマの姿が見えなかった。そこには、メンマが死んだことが受け入れられず、カレーを作るたび、メンマのために人参を大きめに切って仏前に備える、母の姿があった。また、メンマのことばかりで、自分の方を見てくれない母にイライラする弟がいた。 人タンが、コンビニに買い物に行くと、海外から一時帰国中でメンマの墓参りに行っていた、ポッポに3年ぶりに会う。メンマに会ったことを伝えると、メンマがこの世に残した望みを叶えるために、長兵はバスターズの雪屋、鶴子、アナルにメールを送り集まることにした。メンマは再び人タンの部屋に行き、人タンだけに、 姿が見えていることを話し、ジンタンもメンマが成仏できるように、メンマの願い探しを始める。一方、ポッポのメールで集まった、長平はバスターズだったが、メンマを見つけるとそれは女装したユキアだった。そこにも、また、メンマは、自分のせいで事故にあったという自責の念に駆られる、それぞれの姿があった。千二十二年二月二日から六日、アウルスポットにて、 上演予定。2011年4月15日から2012年8月6日までアニメ公式サイトにて配信。タイトルは、あの日聞いたラジオの名前を僕たちはまだ知らない。各週金曜2時頃更新頃更新されていた。また、地域による放送日時の違いから生じるネタバレ防止のためにオープニングが3パターン存在していた。パーソナリティは、 地の愛。2013年4月16日から2014年8月6日まで、劇場版、あの日聞いたラジオの名前を、僕たちはまだ知らない。を記念して配信。月1回更新。コーナーゲスト劇場版あの花から、ラジオ本編とは別に、楽屋裏ラジオ、秘密基地が配信されている。劇場版、あの日見た花の名前を、僕たちはまだ知らない。 TV シリーズ再放送を応援のため、配信、2013年7月11日から2013年9月20日温泉にて、別枠ののいたみなウェブラジオと同日配信、毎週金曜日更新。劇場映画、心が叫びたがってるんだ。の上映記念として、劇場版、あの日見た花の名前を、僕たちはまだ知らない。 サイト内ラジオにて2015年7月11日から11月14日まで、各週土曜に配信。コーナーゲストテレビアニメの脚本を手掛けた、岡田丸里により、小説家。ダヴィンチにて2011年3月号から7月号まで、連載された。その後、MF 文庫ダヴィンチより、上下2巻にまとめられ、2011年7月に、上巻が、2012年8月には、 下巻が刊行された。文章の一部は、ノイタミナ公式サイトでも公開中。岡田によれば、テレビアニメ版は企画当初、スラップスティックで性的な要素を含んだ作風が想定されていたが、長谷や田中の意見を取り入れる過程で友情の話に絞り込むことになった。一方の小説版は、テレビアニメ版よりも岡田が当初想定していた。 作風に近いものになっているという。小説版では、テレビアニメ版では明言されなかった、登場人物の心情や、小説独自のエピソードなども描かれている。期間一覧、岡田マロサと、メディアファクトリー、MF 文庫ダビンチ、全2冊。泉光による漫画家作品が、ジャンプスクエア2012年5月号から2013年5月号まで、連載された。 話数カウントは、第話。原作アニメ本編をほぼ忠実に描いている。単行本2012年8月30日に 5PB より、プレイステーションポータブル用ソフトとして発売。アニメ本編を基本としつつ、ゲームオリジナルストーリーへの分岐、独自エンディングなどが実装されている。各社で、フィーチャーフォンスマートフォン向けの着せ替えテーマ。 キボイスマチキャラデコメデコフレームスキンサービス、目覚ましなど配信された。2012年8月10日にニリアリティより、オリジナル声優ボイスを取り入れた、一連動機能搭載 AR アプリ、あの花 AR プロジェクトが、iPhone 向けに発売。2019年夏に、パチンコ大手メーカーサミーによりパチンコ化が決定され、YouTube にて、PV が公開されている。 あの花サミープロジェクトではアニメ全11話が無料配信される。記念貢献、乗車券2011年9月23日に西武秩父駅限定で一冊1500円の記念切符を5000セット限定販売した。2011年10月に流星祭り記念乗車券として第2弾を5000セット販売した。販売駅は池袋、所沢。 西武秩父。西武秩父駅が10月7日に先行発売し、10月8日に池袋駅、所沢駅で発売。2011年12月10日に秩父鉄道にて、あの花 X、マストレーンの運転を記念して、ハブ、熊谷、より、大野原、秩父、お花畑の6駅にてポストカード付き入場券を販売したが、すべての駅にて当日完売した。 また、12月25日に、秩父鉄道が、クリスマス、ミニイベント限定記念入場券を、秩父駅にて販売した。2012年1月21日からハブ、より、秩父の3駅で、ポストカード付き記念乗車券を、各駅1万枚、全3種で発売した。同じ埼玉県。 カスカベシ島を舞台にする、ラキスタ及びその沿線を舞台に持つ東武鉄道との共同コラボ企画として行われ、秩父鉄道、東武鉄道双方の記念乗車券6枚を購入すると両作品のイラストが入った、クリアファイルがもらえるようになっていた。2012年4月14日から小野原、秩父、お花畑の3駅で、ポストカード付き SL& 急行。休 あの花芝桜豪運転時刻と記念入場券が発売された。2013年7月20日より、秩父鉄道にて、内輪型劇場版公開記念入場券を、ハブ、熊谷、より、大野原、秩父、お花畑ケーキ窓口並びにウェブショップにて発売した。また、8月25日31日の SL パレオエクスプレスは、 劇場版公開記念列車として運行したほか、8月25日の運行の際は記念乗車証明書を、あの花コスプレイヤーが配布した。2015年3月14日から、あの花、SL パレオエクスプレス記念乗車券を発売したほか、3月22日の SL パレオエクスプレスは、あの花、SL パレオエクスプレス記念乗車券。 発売記念号として運行しあの花、コスプレイヤーによる記念乗車証明書が配布された。ラッピングトレインラッピングバス西部鉄道では、劇場版公開を控えた2013年7月1日より、6000系6057回を本作のラッピングトレインとしている。秩父札所巡礼と、あの花聖地巡礼客を狙った。 父巡礼バスが2014年2月22日から11月24日まで運行された。これに合わせて、レトロバス1台と中型路線バスに1台、あの花ラッピングが施された。西武鉄道にて、2014年3月31日より、当分の間4 0 0 0系4 0 0 5編成を本作のラッピングトレインとしている。その他のタイアップ2015年8月には、 ソニーのポータブルオーディオ、ウォークマンの NWA16 に、2015年9月19日公開の、本作スタッフが携わった映画、心が叫びたがってるんだ。と本作がコラボレーションしたココサケ、ここけあの花コラボレーションモデルを、ソニーストアで、限定発売。オリジナル背面デザインと壁紙、あの花の OP と ED 音源のハイレゾ収録、そして、 メンマのオリジナルハイレゾボイスが収録されており、パッケージもオリジナル仕様となっている。2011年9月25日に、秩父市及び、秩父郡小賀野町にまたがる秩父、ミューズパーク野外ステージにて、主要声優人及びアーティストによる、イベント、あの花フェス、が開催された。BD、DVD 第1巻に優先販売申し込み券が、同梱。本イベントのチケットで、 西武秩父駅から会場までのシャトルバスに乗車できた。このイベントの模様は、単独商品として、BD、DVD が発売されたほか、戦術のブルーレイディスクボックスにも収録されている。また、2011年、2012年、2013年、2014年の、流星祭りでも、長平和バスターズ名義の流星が実施された。2011年、2014年は、 ちの愛い、2012年は、早見みさおり、2013年は、ちの愛近藤隆行がゲストとして来場。2011年11月16日から12月15日まで、ネクソンのオンラインゲーム、マビノギにて、タイアップイベントが開催された。2012年7月14日から9月2日まで、お台場アクアシティにて、あの花夏祭りが開催され、同年8月5日には、 お台場合衆国内のマイビートスタジアムにて、主要声優陣及びアーティストによる、イベント、あの花夏祭り長平和バスターズのお楽しみ会が、開催された。2013年8月17日には、西武ドームで、開催の埼玉西武ライオンズ対東北楽天ゴールデンイーグルス戦にて、劇場版あの花長平和、ライオンズデート大使、血の愛による、 始球式やメイン女性声優3名による場内アナウンスを行い、試合終了後には外野グラウンドで声優陣によるトークショーが開催された。2013年8月24日には秩父市内にてあの花夏祭り委員秩父が開催され、声優陣によるトークショー及びアーティストによるライブなどが行われた。また、事前抽選による当選者限定で、 全国公開に先駆けて、劇場版の上映会が行われた。2014年3月21日から2014年3月30日まで、アニメート池袋本店にて、周遊型の体感型ゲーム、劇場版、あの日見た花の名前を、僕たちはまだ知らない。謎メートが行われた。謎メートとは、アニメで、謎解きをコンセプトに、謎解きイベントを主催しているイベンター。 2014年8月31日には、道の駅秩父をメイン会場に、あの花夏祭りイン秩チ父チファイナルが開催され、声優陣によるトークショー及びライブ、劇場版リバイバル上映などが行われた。なお、このファイナルイベントをもって、あの花プロジェクトは完結したと公式に宣言された。同時に本作品のメインスタッフによる、あの花。 ではない劇場版オリジナル新作アニメ制作を発表。2014年12月3日、秩父夜祭り花火大会にて題名、心が叫びたがってるんだ。を発表。同時に2015年公開と、あの花プロジェクトサイトで告知された。2015年9月21日から10月13日まで、グミの育成シミュレーションゲーム、ファントム・オブ・キルで、 コラボイベントが開催され、2017年5月8日から5月22日まで、復刻に加えて、パワーアップしたイベントが行われた。2016年8月25日から10月5日まで、セガインタラクティブの音楽ゲーム、チューニズムで、コラボイベントが開催され、同イベントは2017年2月9日から3月8日まで、復刻した。以下の出展は、 終英者ブックナビ内のページ、書誌情報の発売日の出展としている。劇場版、あの日見た花の名前を、僕たちはまだ知らない。に関するカテゴリー、ありがとうございます。